見てる。おー、なんか作った時よりいい感じぐらいになってるね。ですよね。うん、ここはあれだったもんな、うん、ここはなんでこんだけ盛り上がりが巣ができちゃったんでしたっけ。これなんかあのクロスのテンションが効いてきたね、うん、ああ。でこの穴は樹脂埋めようとして掘ったんでしたっけ。 で樹脂埋めないでそのまんまなの。ある程度やってでそこまでだったですね。ああ、なるほど。じゃあここのところ6、8また穴から流したんでしたっけ。あんまり覚えてない。流しましたね一回ね。ただそこの時点までですね、うん、追加でもうちょっとやった方がいいかもしれない。はい、はい、ここは聞いてるの。すごいガチガチだね。すごいっすよねこの金属音が。でも施工した通りぐらいの感じだね、うんうんうん、ここが剥がれ出して浮いてきちゃったって感じじゃないよね。施工した時のまんまですね、硬さのバランスとしては、うん、そうだね。いい感じだ。質感が一段上がってますよ。そうだね。やっぱりさ、浮いてるとこは壁面に分かるね。分かるね。ね。ああ。本当だ。やっぱり横のこの辺が浮いてきたら剥がれたって感じはするよね。でもここがそのまんまで、うんうん、ここになるとがっちりなってるから、ね、うん、これはこれでいいね、うんうん、いってますね。これは二人でやったやつ。そうですね。そっちは自分本人で。あ、そうですね。自分はさ、こっちの方がさ、うまくいってるじゃん。だんだん腕が上がってきてるんですよ。そうかね。やっぱり学習効果。そうですね。そっちバッチリだね。この辺にやるときにちょっと細けい工夫とかしてしたん。やりましたね。ノウハウが織り込まれてるわ。あの、ね、あれあれなんだっけ、ダミングマテリアル、うん、ダミングマテリアル、あの、うん、はい、やっぱりね、あの発泡、あの、はいはいはい、はい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 、あれのこう、あれをうまく一気に、なるほど、使って、ね、こっちすごいもんね。全然ね、なんか明らかに音が違うよ、この接着してるところも。ピッチライって感じ。ああ、いい感じだ、うんうん、いいなあ、いいなあ。施工して2年だもんね。そうですね。ああ、2006年だもんね、うんうん、5月、あと10月ぐらいですか。そうですね。ああ、本当だ。聞いてる。もうなんか作った時よりいい感じぐらいになってるね。ですよね。ああ、ここはあれだったもんな、うん、ここはなんでこんだけ盛り上がりが巣ができちゃったんでしたっけ。これなんかあのクロスのテンションが効いてきたね、うん、あ、でこの穴は樹脂埋めようとして掘ったんでしたっけ、で樹脂埋めないでそのまんまなの。ある程度やってでそこまでだったですね。あ、なるほど。じゃあここのところ6、8また穴から流したんでしたっけ。あんまり覚えてない。流しましたね一回ね。ただそこの時点までですね、うん、追加でもうちょっとやった方がいいかもしれない話だったんですね。ここは聞いてるの。すごいガチガチだね。すごいっすよねこの金属音が。でも施工した通りぐらいの感じだね、うんうんうん、ここが剥がれ出して浮いてきちゃったって感じじゃないよね。施工した時のまんまですね、硬さのバランスとしては、うん、そうだね、うん、いい感じだ。質感が一段上がってますよ。そうだね。やっぱりさ、浮いてるとこは壁面に分かるね。分かるね。ね。ああ。本当だ。やっぱり横のこの辺が浮いてきたら剥がれたって感じはするよね。あ、そうですね。うんうん、
でもここがここがそのままで、ここになるとがっちりなってるから、これはこれでいいね、いってますね。これは二人でやったやつ。そうですね。そっちは自分本人で。そうですね。自分もさ、こっちの方がさ、うまくいってるじゃん。だんだん腕が上がってきてるの。そうかね。やっぱり学習効果。そうですね。こっちバッチリだね。あとこの辺にやるときにちょっと細かい工夫とかして。したん。やりましたね。ノウハウが織り込まれてるわ。あの、ね、あれあれなんだっけ、ダミングマテリアル。ダミングマテリアル？あの、あ、はい、ありましたよね、あの発泡スあの、はいはいはい、みたいな、はい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 、あれのこう、あれをうまく一気味に、なるほど、使って、ね、こっちすごいもんね、全然ね、なんか明らかに音が違うよ、この接着してるところも、ピッチライって感じ。ああいい感じだ、うんうん、いいなあ、いいなあ、施工して2年だもんね。そうですね。おう、2006年だもんね、うんうん、5月、うんうん、おう、あと10月ぐらいですか。そうですね。ほんとだ。いけるもうなんか作った時よりいい感じぐらいになってるね。ですよね。ああ、ここはあれだったもんな、うん、ここはなんでこんだけ盛り上があれが巣ができちゃったんでしたっけ。前なんかあのクロスのテンションが効いてきたんで、ああで、この穴は樹脂埋めようとして掘ったんでしたっけ。で樹脂埋めないでそのまんまなの。ある程度やってでそこまでだったですね。ああなるほど。じゃあここのところ68また穴から流したんでしたっけ。あんまり覚えてない。流しましたね一回ね。穴開けて、ただそこの時点までですね、うん、追加でもうちょっとやった方がいいかもしれない。はいはい、ここは聞いてるの。すごいガチガチだね。すごいっすよねこの金属音が。でも施工した通りぐらいの感じだね、うんうんうん、ここが剥がれ出して浮いてきちゃったって感じじゃないよね。施工した時のまんまですね、硬さのバランスとしては、うん、そうだね、うん、うーん、いい感じだ。質感は一段上がってますよ。そうだね。やっぱりさ、浮いてるとこはてきめんに分かるね。分かるね。ね。ああ。本当だ。やっぱり横のこの辺が浮いてきたら剥がれたって感じはするよね。そうですね。うんうん、でもここがそのまんまで、うんうん、ここになるとがっちりなってるから、ね、うん、これはこれでいいね、いってますね。これは二人でやったやつ。そうですね。そっちは自分本人で。そうですね。自分もさ、こっちの方がさ、うまくいってるじゃん。だんだん腕が上がってきてるの。そうかね。やっぱり学習効果。そうですね。そっちバッチリだね。あとこの辺にやるときにちょっと細かい工夫とかして。したん。やりましたね。ノウハウが織り込まれてるわ。あの、ね、あれあれなんだっけ、ダミングマテリアル。ダミングマテリアル？あの、あ、はい、ありましたよね、あの発泡スあの、はいはいはい、はい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 、あれのこう、あれをうまく一気味に。なるほど。使って、ね、こっちすごいもんね。全然ね。なんか明らかに音が違うよ。この接着してるところも。そうですね。ピッチライって感じ。ああいい感じだ、うんうん、いいなあ、いいなあ。施工して2年だもんね。そうですね。おう、2006年だもんね、うんうん、5月、うんうん、おう、あと10月ぐらいですか。そうですね。ほんとだ。